みんな成功でしょ。成功だと思う人はナイス。950スタート。ヘアメイクは成功だと思う。とりあえずヘアメイクはね、トリマーかわいいよね。で多分あの女の子の好みは巻いた方がいいっていうけど、多分男は巻かなくてもいいと思う。あのね、男ってねストレートヘア好きなんだよ。知ってた？女の子、男リスナーさん、そうでしょ？男リスナーさん、でもね、女の子は巻くのが好きなんだよ。男は前髪パッツンのストレートヘアが大好きだから、申し訳ないけど。男と女の好みが違うからね、言うても、メイク誰がプロで16時半、早めに行くか。でも服を買いに行かないとな。服、下着と服、まあ、上着多分妻が持ってると、あれもらったね、リリーさんにもらったやつ、とりあえず OK。 ちゃんとアイテム2万円飛んでるから、これ経費でちゃんとできてる、アイコスにしたのか。だってアイコスに今変えてる最中。紙タバコの方がうまいよ。紙タバコの方がね、もちろん。島村ってなんだ、キャリーバッグ売ってるかな、いや必死で楽勝じゃない、もっともっともらえるはずなんだもん、でもどうやらまだ心を動かせない、可愛くなってるのに押してくれないから。だって合計1万4000人入ってて900000ナイスぐらいでしょね。割合的にはまだまだ押してあげようかなって気にちょっとさせないとね、ちゃんとアナウンスだけ押しに来た。あやす、よし、セナイス来た。今日はちょっとあげないと、今日はちょっと頑張り時だから。押した、ありがとうね、らしいね、はるちゃんに押せなかったからあれやす。ヤジウマとはね、アンチが多いと思う、正直。最近の配信は、ナイスは曜日に押してすまんな。あのすまないって気持ちがあるなら、あの言わない方がいいと思う、わざわざね。やっぱりあの推しを見た方がいいと思うね、推しの配信はやっぱ見て応援した方が、いいと思うけどね。わざわざ言う、これはまああれじゃない、まあ、嫌がらせだろうね、島村物が少ないところもあるから、 GU の方が綺麗にコーデしやすい。 GU 行くか、 GU にする。だから経費を減らしたいっていうのはあるよ、正直。下着とかも GU だったら高いでしょ、ガタンゴトン、電車ね、バスを表現してる、ありがとう。島村ない？
俺は島村あると思ってるけど、GU は安いけど、GU の半額ぐらいが島村だから、わかるかな？うん。島村に越したことないんだよ。うん。で、質を上げる段階ではないから、今は安く物を揃える段階、いきなり飛び越えちゃダメだと思うよ。初めは島村、今度は GU ね、ユニクロ行って、で、まあ、ザラぐらい行って、で、もっと成功したらもっとハイブランド行くっていう段階を踏まないと、何でもしてあげたいって気持ちはわかるけど、それが甘やかしてるんだよ。うん。島村でいいと思うよ。初めの第一歩は。うん。普通に。うん。で、サイズも豊富に揃ってるから。ケチだなって言ったら甘やかして、どっちなのよ本当に。すべての物事俺はバランスよく考えてるから、ケチに感じる時もあれば甘やかしてる時もそう感じるだろうね。本当に脳みそ硬い。うん。臨機応変に考えれないんだろうね物事で。営業終了8時までだからやってるよ。島村行くよもう。ハニーズって何？プリウスみたいな、うん、ハニーズとお高いんでしょどうせ。ハニーズ、ハニーズがマジでいい。激安、ね、島村レベルってこと。ハニーズが安い島村レベル、めちゃくちゃ安いで、ワンチャン配信もできるかもしれないな。ハニーズ一択でしょ。で、大きめのサイズもあります。ナンバーウォーク店、これちょっときついね。ナンバーウォーク店で、デパートの中入ってんな。ハニーズ、ナンバーウォーク店でもいけるね。あ、でもナンバーウォークってでかいデパートでしょ。これよっぽど配信できないね。ただ近いね。サイズがない。じゃあ島村だわ。もうやっぱり本当にああだこうだ。島村行きゃいいんだよ。足場雨だよ、うん、だからザラとか言ってるやつバカなの本当に。なんでいきなりザラ買い与えるんだよ。おかしいだろ。舐めてんじゃねえよ。自分の女でもねえよ。アホなの本当。サイズなんかねえだろ。もうバカ引っ込んでないよ本当。ザラ安いやんって、てめえの金銭感覚だろ。一般的には結構高いからね。ジャケットとかも3万円ぐらいするよ。高いよ結構。でもハニーズの方が近いわ。ハニーズ行く？島村よりハニーズの方が近いね。ハニーズってサイズあるの？ハニーズの方が近いわ。7分で行ける。ガキ向け XL まで 2L だよ 2L、うん、でもハニーズって安いっつったってこれ高えじゃん。島村にかなうもんない。島村行こう。やっぱこんなナンバーウォークに入ってるとこは高いでしょ。うん、島村にかなうことない。12分行こう島村、うん、決定。ワークマン明日から日雇いで現場出てもらう。かわいそうだろ。なんでワークマン行く。ワークマンって地味に高いで、うん、地味に安いと思ってる人。なぜならデザインとか置いといて、やっぱ作業服売ってるところだから、あの素材にはこだわってる。丈夫な素材使ってるから値段が上がるんだよ。わかる？結構いい値段するんだよ。
メイクは6時半からだから、だからメイクの、メイク行ってからメイク30分で済むから行けるわ、モンクレール元カノに夏にね、モンクレールのダウン欲しいって言われた。で、25万円って言われて渋っちゃった、うん、何が迷惑なの？迷惑だからって喫煙所でタバコ吸うのって迷惑だろ、発想がわからん、7時まで、8時までだよ、うん、でも今なら買える、あの時はあれだったけど今なら買ってあげれる、25万円。もう結婚したいなと思えるぐらいの人だったら100万円ぐらいなら今なら買える、もう結婚レベルね、してもいいかなって、もし思える人なら、こんな一気に入らない、そんな早く行かないと、一気まで戻ることはないですよっていう、領収書とお釣り、領収書とお釣り、ちょっと持っといて、うん、タクシー代も全部、あ、ありますよ、何上着は、あ、どうもありがとうございます、僕の上着は黒いやつ、あの H&M の、あつな、あつな、早く、あつな、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 大丈夫、どうもありがとうございました、ありがとうございました、うん、いいね、髪の毛が綺麗だよね、猫毛でサラサラだよ、よし、行くで、うう、うん、注文が多い、休みの日がそれやばい、雨降ってない、メイク行こう、ツナって何系のファッション好きとかある？ないんだよ、ないんでしょ、スカートは嫌で、ちょっとそういうのもない、スカートでもミニスカでもいい、履いたことない、履いたことない、うん、スカート、うん、これスカートじゃないの今、これはね、何、自分で買ったじゃなくてもらったの、そう、もう完全に俺タイプだね、俺も全部もらいもんだから、このジャージもね、リスナーにもらってるから、メイク近い、飲みたい？いいよ、じゃあ1本燃料入れれば、うん、美容院終わるまでって約束、昨日から飲んでないから、夜から、うん、昨日から飲んでないから、もう1本ご褒美あげないと、ずっと我慢してるから、うん、入ってるでしょ、あった、あった、朝日行く、うん、冷えてる、冷えてる、結構冷えてる、ちょっとプシューとなるかも、気をつけて、プシューといっちゃうかもしれない、いつでも飲めるように、あの持参してるから、飲んでいいけど炭酸が出るかも、ゆっくり、ほらパンパンだから、パンパンでしょ、これめめ、ほらメタメタなってまうね、これほら爆発するから、ゆっくり、そう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 、これゆっくりプシューと、OK、うん、はい、お疲れ KP、 KP、 うん、
ぬるいでもいい？いける？冷たい。冷たい？美味しい？うまい。うん。お酒好きな人ナイスください。お酒好きな人。みんなもね、お酒飲んで、うんうん、こういうね、個性系もいいと思うけどね、僕ね、アメ村って言えばファッションの聖地だから、この辺で買っちゃってもいいね。つまんない配信だ、ブロックしてあげる、見ないように、うん、見てもらわなくて結構なんで、ね、ブロック。ここだね、着いた。さすがにお酒やお店持っていけないか、さすがにやらしい。一杯の、まあ、時間あるから6時半まで、うん、あ、かっこいいとこ、いいとこある。なんか椅子が光ってる、ファンタスティ。ちょっとイベントアイテムにしてよ、ファンタスティック、ありがとう。イベントアイテムにして、イベント中だから。花火じゃなくて、ん、濡れてる、濡れてるかもしれん。あ、日本地図あります。イベントアイテム頼むわ、負けてるのに。なんで花火選んじゃったの。あ、日本地図あります。イベントも余裕ないんだから。あ、日本地図あります、どうぞ。あります、もう総合1位行かないと、負けてるで。あ、あります、すいません。いや、もらっといてって。今の人結構あえて花火で投げるんだよ、あえてね。うん、19時、いや8時までって書いてあるで。普通に可愛くなったね。そんな見てみ、自分の顔どう。美顔ついてた。ん？美顔？美顔ついてたっけ？あ、ついてるわ。これ撮ったよ。変わんないでしょ。美顔っていうか明るくしてる。変わんないでしょ。顔を明るくした方がいいでしょ。あの、なんか小顔とかそういう美肌とか一切使ってないです。こう明るくしてる。かわいいでしょ、うん、ほら、ありがとう。ほら、コメントベルトだから、いい子にしてんの。もう酔っ払ってやめてよ、煽らないでね。そしたらもう全部ぶち壊れてあるで、うん、今日から5分だから、5分、これ1本目だよ。噛み締めて飲まないで。うまい、我慢したね、ビールはうまい。アルチオってどんな感じなの。うわ、最高って感じ。なん、どんな感じなの。アルチは、うん、もうやっぱ体調が悪い。体調が悪い、常に飲んで。あ、もう薬と一緒じゃん、うん、ね。そういう覚醒剤とかも、もう体がだるくなるから打つんだよね。金馬さんと一緒だね。体調悪いから、ヨッサンとか、
だからうまいとか好きとかじゃなくて元気になるために。それはある。で酔うと元気になる。わかる。いやこれは良くなくて、仕事してたら夜だけとかだけど、仕事してないからもうずっと一日中でしょ。朝起きてでしょ。だからアル中になっちゃうんだよ、ドキドキしないな。エセアカにあって俺にないものってなんだろう。わかんないな。間に合うの。8時まで。服間に合わないか。しょうがないよね、メイクしないと。エセアカさんから LINE。 もうあざといよねこれ。送ってきてさ、エセアカもいい写真だけどねえ、こう俺を思い出させるように。まあいい写真だね、かっこいい。女の子って分かりやすい。ちょっと表情が違うもんね。もうこの顔だよ、さっきの顔と。ちょっと違くない？見してみ、さっきの。スナの表情が。女ってやっぱ顔に出るよね。あ、ちょっと、あ、ちょっとやばい。顔に出てない。うん。こっちのが女の顔してるもんね。こっちは、うん、何っていう。ここまで変わる。うん。変わるか。口角が上がってる。これも送ってあげようか。もともとこれだからね、髪色だいぶ良くなったと思う。もともとこうだからね。うん。でここまで綺麗になってるから、ちょっと見づらいけど。あと2段階踏めばマジで良くなると思う、メイク。
これって洗濯してる？コートしてないでしょ。やばいよね。ああ、匂いは臭くないね。匂いはない。この間した？匂いは大丈夫なの。メイク中に俺一人でアメ村を、あでもメイクは見どころだからそれはダメ、配信でやらない。メイクは、うん、できてからのお楽しみ。あーね、できてからのお楽しみ、どっちがいいかな。見たい？お楽しみにする？配信できるから、うん、悩むな。まあ見たいが多いからちょっといい、うん、下着だけやっぱ3枚ぐらいないとダメでしょ。ないでしょ、着替えが。つなちゃん可愛くなった。ああ、まあさんありがとう。はい、5個投げ、まあちゃんね。いいよ。メイクに合わせて選んだ方がいいな。つな、ああ、5個ありがとう。この子ね。うん、ありがとう。つなにも優しいの？うん、優しいの。ああそう、かわいいよ。10個投げ、この子ね、うん、ありがとうございます。ドンキでいいかな。最悪明日だな。6時だよ。酒飲んでいいじゃん。夜まで我慢したんだから。ずっと飲んでないんだから。今ちょっと元気になってきてる？体調が？なってくる？一本飲むともう一本飲みたくなる？大丈夫？嘘、吐きそうだったの？嘘。うん、もしもし？うん、お疲れっす。ごめんね、今忙しいと思うんだけど。うん、どうしたの？あの、誕生日会ちょっと。あずまちゃん。あ、トシちゃん、どうしたの？トシちゃん、どうしたの？トシちゃんに買った方がいいですか？いや、うん、直樹の方が分かりやすいと思う、俺は。いや、トシちゃんにもうちょっと誕生日会来るなって言われたから、誕生日会ちょっと俺幹事任されてたんだけど、うん、もう行けなくなっちゃって、それの謝罪電話なんだけど。ああそう、じゃあ俺も直樹行かないなら行かないよ。ちょっととりあえずトシちゃんに代わるね。うん、すいません、ジョナさん。どうしたの？いやもう嫌だ、もう本当に出ね。あ、俺も行かなくていいってこと？そうそうそう、うん、ありがとう。そうやって言うなら行かないわ。じゃあはい、ありがとうございます。今までなんかしたのをなんか裏切られた気持ちだわ、トシちゃん。うん、じゃあね。謝っとこ。最低だな、このジジイ。うざくね、ほんと。そのためにも大阪にいて考えてんのに、何やねんこいつよ。その気持ち踏みにじりすぎだろ。もういいわ、行かなくてもね。
でね、八王子って酒飲んでる今も。八王子、うん、酒飲んでる。